はい、よろしくお願いします。田中さんも、はい、よろしくお願いします。さあ、では見ていきましょう。歴史的瞬間の幕開けと言っても過言ではない、ライジン鉄拳7スペシャルマッチ。まず1試合目は画面左側、はい、韓国のシャネル選手、はい、そしてやはりというキャラクター選択ですね、日本のチームジャパン、武選手はカズミ。ここは無限ステージですが、田中さんどうですか、これは。ただ無限ステージ、まあ、アリサはもともと壁がある、はい、時もそこまで強くなくて無限ステージが強いって言われてて、はい、カズミは逆に壁あっても強い、なくても強いみたいな感じなんで、そうですね、まあ、アリサにとってはちょっといいステージだったのかなと。なるほど。あ、カタンがなくなった。そうですね、あれです、新要素をお互い、そのシャネル選手はチェーンソーモード、デストロイフォームですよね、あれが強くなったので、シーズン2のアリサはなかなかいいというふうに先ほど語っておりました。それを最初から使っていきましたね。しかし武選手もかなりチェーンソー対策を煮詰めてきたようなことを言っていたので、このあたりは見ものですね。先にレイジ状態が発動しているのは武選手、これをうまく活かせるか。レイジドライブ、そう、さあぶち当たった、先制は武、見事。さあいいですね、これは予期せぬ当たり方をしてしまったので、シャネル選手としてもちょっと精神的なダメージが、ね、焦りそうな感じですね、はい、先に1本取ったというのは非常に大きい。ここでスクリューしていますね。体力リードをアリサ相手に取るというのはいいんじゃないですか、田中さん。そうですね、アリサも、まあ、カズミもですけど、体力を一発で、そうですね、あのまくるみたいな技がやっぱりあんまりないので、うん、どうしても小技対決になるので、体力をリードされてしまうと、やっぱり攻め手が厳しいなっていう。そうですね、特にその日本最強の盾という防御力を持つ竹相手ですから、竹相手にこの体力差をシャネルは切り返すことができるんでしょうか。下段でちまちまと気づきはいますが、時間がない。チェンソー構えてるが、うん、対策しっかりしてますね。そして相打ち OK のこのダメージ、殺しきれはしないが、ただここから出して、さあ2ラウンド練習。いや、素晴らしいですね、そのチェンソー中の RP に対してはホーミングアタックを打っておくと、大方のアリサ側の行動に対応できる選択肢になっております。これが対策、素晴らしい、一瞬左横移動で持続を透かしてそこに反撃、完璧ですね、チェーンソー対策。佐竹選手流れがある、ワンツーから下段、またも体力リード竹、非常にいい試合展開を作っております。疾風混合も当たって踏んづけてレイジ発動、しかし最強クラスのレイジドライブを持つアリサ、ただ無限ですからね。そうですね、竹選手も来た、いった、中段選択、これは食らってもいいという動きでしょうか。攻める、シャネルが攻める、逆にレイジ発動してるのは竹、投げ抜けていく、抜けています、緊張感が上がる、下段一発、ガードした、体力入れ替わって残り10秒を切ってるぞ、下段カウンター、シャネルが踏みとどまりますが、ラウンドは1対2、まだ竹リード。そうですね、流れが今のでちょっと変わった感じがします。可能性ありますね、この逆境に非常に強いんですよね、シャネル選手。しかしまずは下段さばきで体力リードを取ります、竹。しかし安全圏というにはまだ遠いか、うまい、一瞬右横移動。そうですね、アリサの各種小技に対しては一瞬右横移動で多くの技を透かせます。これですね、一瞬右横移動、またも劣勢のシャネルだが、先ほども逆転力がある、これは壁がないのが相当竹選手にとっていいんじゃないですか。様子が合ってますね、特にあの右横下がみとかされちゃうと、もうボンビくらいですよ、 4LK の、うん、当たるもんがないってそうなんですよ、ね、アリサからみんな嘆いている。あー来た、これが最強のレイジドライブ、蹴るんだよな、レイジ止めですね、 あえて安いコンボを選択して、あ、時間がない、7秒、いけた、有利を取って、もう時間がない、おいしい、割り込んだ、残り1秒で勝利をもぎ取ったのはチームジャパン、武選手、おめでとうございます。いや、嬉しそうですね、いや、すごく嬉しそうな顔。まずは1戦目、レフェリー、マサカーリーが、あ、松崎氏が、レフェリー松崎が登場しております。武選手の腕を、右腕を掲げましたね。まずチームコリアから一戦をもぎ取ったのはチームジャパン、チームジャパンまず1勝です。いや、素晴らしい試合でした、はい、1戦目から熱いですね。いや、いい試合見せてもらいました。いや、いかがだったでしょうか、今の試合。テカってしまいます、テカってしまいます、はい、額に汗がね、いや、でも
緊張感というか、うん、まあ、そういうのを感じさせず、うん、もう本当にいつものタケの動きができたような、いや、おっしゃる通りですね。というのもそのシャデル選手もいつも通り の、はい、あの手堅い立ち回りからの逆転を目指すという、うんうんうん、あのスタイルが見れたんですが、それにもかかわらずタケ選手が、はい、あの体力リードを取ってそのリードを守りきるっていう、まさに日本最強の盾という名にふさわしい試合展開だったんじゃないですか。なるほど。田中さん、いかがだったでしょうか。シャネルがもうやっぱり残り時間も少なくなったから、はい、もう勝負っていう感じで、まあ、クイックスライダーっていう長い下段を打ってたんですけど、はい、あれ打つ方もね本当に勇気いる下段なん んですよ。よくいったなっていうところでね、うん、はい、でまあ、それであわやというところまで行ったんで、やっぱシャネル選手もあの竹さんからそこまでまくり返したのはすごいなと思いました、うん、しかしながらですね、やはり体力リードを取り、はい、かつその無限ステージ、壁のないステージだったというのが、うん、やはり竹選手にとって大きくあのアドバンテージを取る要因になったのかなと、うん、であったと、はい、ステージ、まあ、ランダムですからね。あとはね、その、うん、実はその事前にアリサ使いですからね、自分も竹選手にその多くの対策を相談を受けたんですが、その自分がこうした方がいいんじゃないのって竹選手に助言させていただいたものを一発で完璧にこの1試合で見せておりました。あ、そしてお、間もなく始まりますね、はい、第2試合でテレビ世界王者クダンス選手 VS 新速のアサルトノビ選手です。それではご覧いただきましょう。すごいカードだ、これもどうなるんだ。さあ、いよいよこの2人の表情です、真剣そのもの、はい、こっちも普通に見入っちゃいますね。これはこのノビの顔いいですね、真剣そうな、うん、そうですね、その試合前のノビの表情ですよね、はい、逆にその、はい、鉄拳の試合前以外じゃ見ることのできないノビの表情ですね、はい、いつもねニコニコしてらっしゃいますからね。そうですね、普段そもまたかなりね普段から笑顔の多いあの人柄ですから、はい、うん、やはりこの試合にかける思いが伝わってくるような表情が受けられま す、ね、さあ今レフリーのチェックを行っていますね。ノビ選手はヘッドホンなしでしょうか。そうですね、そうかもしれない、今見た感じなかったようにも見えます。どうなんでしょう、こう会場のあの爆発的な音量の歓声を受けて萎縮してしまわないかというのが心配ですが、ちょっとね前に言ってたんですけど、はい、大会とかでももうなんだろう、マイクとか気になるから結構外して無音の方がいいみたいな感じのことも言ってたことがありますね。もうそれだったらなくていいみたいな。なるほど。日本のプレイヤーはね、はい、少々あつけてますね。日本のプレイヤーは少々そういう傾向にある、例えばあのトッププロである古水選手だったりも、はい、あの画面にのめり込んで、のめり込みすぎないようにヘッドホンをあえてしないことがあると語っていました。そういう要素もあったのかもしれませんが、かもしれないけどついてる、はい、いよいよ始まりますね。始まりますか。それでご覧いただきましょう、クダンス選手 VS ノビ選手第2試合です。どうなるか。鉄拳ワールドツアーの、今年の戦績第1勝1敗のこの2名ではもう決着の一戦ですね、はい、決着の舞台にふさわしい、なんとまたここで無限なんだ壁なしステージ2連発。いやでもどうだろう、これはその攻めを得意とするノビ選手としてはあまり予測してなかったんじゃないでしょうか。え、無限ステージって22ステージ中2ステージでしたっけね、はい、10分の1ですからね。もうそれを2回引いていくというね、このさ、右アッパー、右アッパー、これはちょっと強気というか木を狙った選択肢になるんじゃないでしょうか。クダンス、しかしここも木蹴りでカウンターヒットですね。これは飛ばしてからの走り込みの置き攻め、しかしキャラ相性が相当厳しいというのはこのシャープナーの確定反撃ですよね。ね、痛いですからね、浮きはしないもののかなり厳しいです。そしてこのレイジ状態になった時の崩し能力の比較としてもデビル陣の方がレイジ活動能力は高いですよね。ここで背面ヒット、この1ラウンド大きいぞ、どっち取る、どっちだ、残り時間はあるのでいつもレイジジャブからの割れない連携、あーレイジ圧、これは潜らない、さあ必殺のレイジ穴、レイジ圧でこれはレイジ KO 賞、はい、出ましたね、トップレイジ KO 賞でしょうか、はい、はい、ですね、韓国メイクレイジアートの使いどころがみんなすごいというか、そうですね、特にクダンスはその大きな舞台で臆せずレイジアートを打つことができるのはもちろんガードされるのも大きなリスクがあるので、ちょっとね使用をためらうのが普通なんですが見事打ち切りましたね。一瞬の横移動がうまいクダンスだが、実はねそのこの実況は本人たちには届いてないので言いたいんですが、はい、お取るか、2発目があった、出していく、出し切る、ただの下段だったら反撃を受けていたんでしょうが2発目、ノビこれ冷静と言えるんじゃないでしょうか。
そしてノビ選手はね、その、はい、クダン選手が使うこの技、まあ、羅刹もこれに狙いを絞って一発ちょっとリスクを与えたいと言ったんですよね。なるほど、それが達成できるかどうか。やはり羅刹も対応していくクダンス。カウンターヒット、流れはいいぞ。おーっと、飛びつき、うわー、体力計算見事、膝十字。昨年世界覇者クダンスに対してリードを取るのび、これですね。これはね、その羅刹門に対して諦め技がフレキシブルエルボー、はい、今の技だったんですよね。しかし1対2のラウンドアドバンテージを取ってるからこそ反撃を受けてもいいと。さあ、パワークラッシュうまい、そう、見事出し、出しどころが素晴らしいです。キャガップステータスよかったって感じです。世界最強の風神拳に対してステータスで勝っていく。あとわずかの体力でゲージが発動するノビ選手ですが、中段クダンス選手もかなり慎重ですね。これ反撃がでかい。さあ、シャープな一発ガードされれば死ぬぞ。しかしどうだ、これ死ぬか、どこを見せた、おっとミスからの、おー、これは対策してた感じですかね。レイストライブ対策、会場からも大きな歓声が起こっております。2対2ファイナルラウンド。小技ここで来た。しかしこれはダブルアップが入ってしまいましたね。クダンス読み勝ちですね。さあ、このまま1対1に持ち込むことができるのかクダンス。シャープな空振り、いや、お互い空振りです。体力5分。しかしリードを取るのはクダンス。3発目があった、いけない、一発レイジアーズが怖い。いや、レイジドライブだった。これはコンボを完走すればクダンスの勝利。見事、あれ、レイジアーツを警戒させて動けなくさせたところでのドライブですね、はい、ドライブ。いや、こちらの実況側でも、はい、そう言ったようにレイジアーツを意識するのが当然の状況ですよ、はい、1ラウンド目をレイジアーツでもぎ取ってるので。確かに、そこにレイジドライブ、逆の選択肢、もう一つの選択肢を持ってくる。いや、でもこれは盛り上がる展開につなげたというところじゃないですか。そうですね、ここで1対1、勝負は第3戦、対照戦です。さあ、九段選手がつなげたこの1本、託された、ね、感じになりますね、2位選手。そしてそれに対するノルマ選手、はい、じゃあこの戦績で言いますと、実はその今年では、はい、ノルマ選手対2位選手は、ノルマ選手は2位選手に勝ったことがありません、大会の舞台で。なんと、はい、日本逆境に立たされたと、チームジャパン逆境と。かなりチームジャパンの逆境状態、まあ、2回なり3回なりでしょうかね、はいはいはい、その2位選手とノルマ選手がぶつかったのは大きな舞台で、しかし一度たりともノルマ選手は勝っていることがないという状況になります。さあ、それに対してどうして、どうやっていくのか。さあ、2位の表情です。これが鉄拳界の神レフェリーが立ってと促されて、はい、歓声に応えますねノルマと2位の戦い、これで決まります。1-1、いや、盛り上げてくれますね。盛り上げてくれます。クダンスもね、あとわずかなところでのみに負けてしまいそうでしたが、そうですね、やっぱりこれが昨年鉄拳ワールドツアーを制覇した男の勝負強さと踏ん張り言えるでしょうね、はい、出てもらいました。さあ、キャラクター選択から注目と先ほどから言いましたからね、ておりますけれども、どういうキャラで来るのか本当に楽しみですけども、デビル人対決なんていうのも面白いかと思うんですが。なるほど、やっぱりデビル人対決は2位選手は避けたいと思うんですが、どうですかね、田中奈々さん。でもまあ、クダンさんもデビルで出てきて、こいつらなんだ、これが最強キャラなんかってね、みんなに思われるのも確かに、ね、ちょっとあれですもんね。なるほど、なるほど、やっぱ羽生えとんが強いんかみたいな感じになったらあれなんで、はいはいはい、個人的にはね、みんなやっぱりこう違うキャラで良さを見せてほしいなっていう見解もあるんですが、やっぱり、まあ、そうですね、デビル人っていうキャラクターはやっぱり安定して結構強いとも言われてますので、うん、個人の戦績としても、お、始まりますね、始まりましたね。キャラクター選択どうですか。3戦目、2位 VS ノロマ、ご覧いただきましょう。ジャックは2位選手に対して成績が悪いとは思うんですが、選択はどうだ。あ、デビルか。2位がスティーブ、やはりこうなりましたか。なるほど、当初大方の予想通りというべきでしょう。予想通り来ましたね。さあ、しかし結果はどうなのか。さあ、2位選手がスティーブを選びましたが、かなりね、そのもう打撃の数ですよね、打撃の数でデビル陣側を抑制することができるので、はい、開幕から攻めていくクレッシェンドフック、これは壁ハークが完璧です。壁コンボに行くスマッシュ、しかし7区、いや、距離が遠いですね。
ここね、シーズン2は奈落がセンターヒットでほぼいけないんですよね。で一発追撃確定なんですけど、それも結構前行かないと厳しいみたいな、はい、そこのミスが出てしまいましたね。ノルマローキックでその強力なデビルジュの上段攻撃を抑制しようという動きが見られます。ノロマジャブ相打ち、徐々に威力がほぼ伸び、はい、こちらもレーズに行かない。ここでそうなん飛行に対して飛空に対して飛越えてきました。どうだ、だいやしかし、いやここからが強いぞ。うわまさかのシーホーカッパー、いやそこでそれなんや、ガードされたら反撃で死んでるんですけれども、はい、潜り性能を信頼しての打ち方でしょうか。 あえてのっていう感じなんですかね。ノロマもさすがにあれはケアできなかったですね。しかしここは最強の崩し下段、奈落からの奥攻め成功、辻風はガードしている、オールバウンド技ですからね。この先からマイナス12フレームになってるので、はい、リスクがスティーブ相手にはかなり有効ですよね。スティーブは13フレームからの反撃が強いのでいい狙いです。さあ今度はドラゴニックハンマーで、はい、しっかり落として全対応ですね。しかし入力が難しいんですよ、シクとのタイミング次第ですね。さあレイジ状態が発動しているのが、ノーマが追い詰められて、さあ2ラウンド連取、ノーマ後がない、さすがの2、これが鉄拳界の神、2リーチ、団体単位でも勝利2リーチです。2ノーマはこらえられるのか、空心剣を置いて下段一発続いていく、はい、リードして、いやしかし遅い下段ここばかり打ってるとクレッシェンドフックに打ち負けてしまいますが、ジャブ展開していく、ノロマもかなり手堅く立ち回ってはいるが手堅い、あ美味しい、ここれあれは腹よろけを前入れで回復させなければいけなかったか、コンボミスになるが、ノロマが緊張がなければいいが、しっかりガードに時間が徐々になくなってきている。やはりスティーブはね、体力リードを奪い返すのが難しいキャラなので、どう出る、前に出る、さあ残りも7秒ガードしてるが反撃のミスが、ノロマにラウンド取得促しました。2位にミスがありましたね。そうですね、あそこで入れてたらもうっていう感じだったり、もしかしたらがありましたよね、はい、さあまだ日本チームジャパンの運命は死んでいない。ノロマ細かく、いや2位はここで決めたいですよね。そうですね、これ以上いくともうやっぱ調子が、お奈落一瞬の合間を縫って出まで、いやもうこれは悪くないですね。さあ一発当てて、さあどうだ、ノロマの強心臓を見せるのか、スマッシュ壁際ですよ、危ない、スプリング、その選択力ある。さあこれでファイナルアウトきた、ノロマが右アッパー、どうだ、壁コンボ、奥攻め読んでいる、ここはガードされてしまった。ただしかし体力リードですよ、ノロマまだ逆転されていない、さばいている、さばき読んでいた、壁にはいかない、安全に起き上がるノロマ、まだまだあるぞ。しかし2位は攻めっ気をかなり出してますね。プレッシャーがあります、プレッシャーをかけてるのは2位の方、さあクイックフック、これが決まると、いった、勝者2位、勝ったのはチームコリア、チームコリア、いやギリギリでしたが、いやさあ勝利したのは2位チームコリアが勝利です。全バトル終了しました。この結果ライジン13鉄拳7ジャパン VS コリアスペシャルマッチ、ジャパンチームジャパン1勝、チームコリアが2勝でチームコリアの勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー本当にどっちが勝ってもおかしくない試合でしたが、はい、さあライジンガールより勝利チームにトロフィーが贈呈されます。お、リーが受け取りますね。さあそして続いてこちら株式会社トップサムより勝利者賞、そして株式がまた株式会社ロジクール様よりアストロゲーミングのヘッドセットですね。 A40TR トロフィーの押し付け合いが始まっているされます。やめそうですね、やはり日本勢はちょっと悔しいという表情が見受けられますでしょうか。原田さんから
渡されます勝利者賞ですね。株式会社トップ様より勝利者賞、はい、そしてさらに株式会社ロジクール様よりアストロゲーミングのヘッドセット A40TRMAP こちらが贈呈されます。さあさらに株式会社トップ様よりトップレイジ賞がありますね。はい、はい、さあトップレイジ賞が贈られます。おめでとうございます。クランス選手に贈られます。さあ見事ライジン13鉄拳7ジャパン VS コリアスペシャルマッチチームジャパン1勝チームコリア2勝でチームコリアの勝利でございます。はい、あーすごかった、すごかったですね、熱い戦い見せていた